皆さん、さとみです。まず、登録者数200人突破、どうもありがとうございます。本当に嬉しいです。その記念動画として、こちらの実家が罠だらけという、フラッシュゲームというか、ホラーゲームではないです。はい。こちらのゲームをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。実は初見プレイではなく、本当に最初の方だけプレイしたことがあって、なんか違うのを、もし実況するとしたらこれやろうかなって思ってて、結構面白いので、これを記念動画としてやっていきたいと思います。では、早速始めていきます。このゲームには大きな音が出る場面があります。スピーカーの音量にご注意ください。はい、ということで、皆さんも音量には十分注意してくださいね。編集で何とかするかもしれないんですけど、ちょっと叫ぶかもしれないんでね。はぁ、よく寝た。うわ、もうこんな時間かよ。まったく疲れて実家に帰ってきたんだから。母ちゃん起こしに来てくれたっていいじゃんか。ん?この黄色いのは何だ?はい、マウスで操作します。ということで、はい。ピン。変なの。こっち。え、なにこれ?ムカつく、この顔。ドガーン!はーい、こういうゲームです。実家が罠だらけと。はい、ゲームの説明。このゲームはいわゆる脱出ゲームです。実家から脱出できればゲームクリアなのですが、なんとこの実家には至るところに謎の物体、変なのが潜んでいます。これですね、変なの。うっかり変なのに触れてしまうと大爆発を起こしますので、変なのを避けながら、無事に実家から脱出しましょうということで。脱出ゲームですね。それで、ここ寝室ということなんですが、私が、プレイした時はですね、ここの寝室から出たところですね。ここから出るところから始まり、という感じですかね。はい、これ。息子へ。お母さんたちはちょっと用事があるので出かけます。新しいおもちゃの研究の一環で、あなたの部屋を少しいじくりました。ドアが開かないのはそのせいです。仕掛けを押さないと開かないままなので、頑張って仕掛けを探してください。父、母より。PS、赤いポスターと対象のところに秘密があるよ。ということで、おちゃめの父、母が、こんなようなね、新しいおもちゃの研究の一環ってなんだよって感じですけど。まあそうだな。とりあえずここから出るところまでは、サクサク進みます。で、赤いポスターと対象のところっていうことなんで、この赤いポスターの対象ですから、ここですね。ポンと。はい、ここに秘密がある。これですね。で、ここに何かあるよっていう、あれは、なんだ?合図的な。はい、ここ。ポン。はい、来ました。廊下へ。ということで、ここからですね、全くの初見、なんか超いっぱいあるんだって的なことは聞いてるんですが、やったことをやる、ここからですね、初めてプレイになります。で、うわー!待ってってもう知らないよ!何これ!一回降りるには条件があるみたい。嘘、変なのって丸いから、丸いところは気をつけてたのに、丸以外にもあったなんて、気をつけないと。とにかく丸いところは気をつけなくちゃいけないんですよ。変なのがいっぱいいるんで。で、ドカーンってなっちゃうんですよね。ちょっと、今初ドカーンが一回あったから、そうだな、この作品をクリアするまでに、10ドカーンまでは気をつけよう。10ドカーン以上行ったらもう大変。ダメアウトにしましょう。10ドカーンね。お。なんとかコントか。プッシュ、スペース、トゥー、スタート。スタート。お、ゲーム説明。テレビゲームのようです。
上のテレビから変なのがたくさん出てきますので、寝巻きを着たキャラクターが変なのにぶつからないよう操作しましょう。画面右下に現れるタイマーが一周するまで逃げ切れたらゲームクリアです。ただし変なのにぶつかると大変なことになります。まあ、大変なことというのは皆さんわかるんじゃないかな。私もなんとなく想像ついてますけど。おお、はいはいはい。ここから出てくるのね。こういうのって端っこにいたら当たらないとかそういうのじゃなかったっけって思うんだけど。あ、嘘だね。嘘だね。こっち行こう。こっち。ああ、いや。こっちの端じゃなかったね。なんか、あれ、これの、おーい。あれじゃなかったっけ、端っこに、四隅のどっか角にいたら当たらない的な、さあ、こと、たやっぱり早いんだけど、ダメだね。ここ端じゃなかったね。こっち端？あ、いけないじゃん。ダメじゃん。ちょっと待って。ちょっと、待ってよ。端にいたら当たらないっていう、何その説みたいの。私どっから聞いたんだろう。なんかそういう。何、来ないで、無理だよ。ムカつくこの顔。なんだよ、これもう、無理だから、もう、うるさいよ。ちょっとこれ、今何ドカン？何ドカン？あ、待て。このゲームなし、このゲームのドカン数はカウントしません。難しいから。クリックしてさっきの、なんだっけ、階段みたいな感じで不意に現れた的なやつだけカウントします。これはちょっともう、重度感とかもうそんなこと言ってられないもん。で、これが来るから逃げる。逃げて、うわ。危ないよ。危ないって。よ、聞いたこれ。やったー！イエイ！廊下の方で音がした。では、廊下に。お！やった！階段が滑り台になっている。もうくっそ、これを待てばよかったのか。一回降りますか。はい。降ります。どこに、鍵かかってる。嘘だろ。嘘じゃーん。扉を開けるには条件があるみたい。はい。わかった。ここだね。ここ行けばいいのね。はい。ちょっと待って。これ怪しい。やめよう。あとは？ちょっとむやみにクリックするのもやめた方がいいよね。ちょっと待って。別に。お、なにこれ？ A, B, C, D, E, F, G, H とか。うん。なんか下とか。脱出芸のくせにアイテムとかあんまりないんですよね、これ。いや、嘘だ。もう、外の景色も見せてくれないんだね。ほんとだよ。こんなにいい天気なんだから少しぐらい見せてくれたって。いいって、もういい。お前じゃない。これ座るときどうすんだろうね。ほんとさ。もう、ちょっとさ。何？あ、これ、この矢印は何？あ、ちょっと待って。もう、クリックするの怖いんだけど。ちょっと待ってよ。テレビつける？ちょっと待って。もうちょっと調べてからにしよう。丸いものが怖いぞ。やだ、もう。丸いものが怖い症候群だわ、ほんとに。さて、じゃあまず、
ここのテレビをまず調べましょう。はいはい。KTNK ニュース。ニュースをお伝えします。今朝、首都高速道路にて荷物を運搬中のトラックが突如爆発し、炎上する。ああ、はいはいはい。はい、ガガガガ、出火した可能性が高いため、運搬中の荷物が爆発の原因。次のようなものが。やめて！ストップ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 、怖い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 、いいです。目と目が合う瞬間過ぎたと気づいた。いや、くっそ！なんで？エンダの謎が深まるばかりだ。もう、何度か、もうこれ、もう何なの？いや、いい！うわ！何？ちょっと待って。ああ、危ねえ。みんなこっち見てる。でも完全な変なのじゃないからさ。いいってこと？何手に入れたって、両親の鍵？痛い！もうやめよう。むやみにクリックやめよう。持ち物はもう青かったね。わかってますけど。見たらわかるけど。で、これだね。じゃあここだ。ここに入ればいいんだ。もう、じゃあ、地球儀。来た、これ。これは、これは、ちょっとみんな気になるね。笑っちゃうわ。よし。よし。初期棚の鍵。ちょっと、やめよう。むやみにクリックするのはやめよう。おー！あー、なんか見てる。嘘だ！嘘だろ！そうだね。そうだね。これは？あ、待って、これ顔がそうとかそういうのだ。ちょっと怖いけど。何が何なの？これ？これはあかんだろ。ほら、ほら、もう、なんだよ、もう。どう見ても罠でしょ。知ってるよ。だって罠だらけなんだもん。どれが本当なのかわかんないじゃん。なんだ、もう、バカじゃないの。あいつの鍵こんなので、わけないじゃん。まったく。お！これは、ちょっと待って、これじゃん。これですよ、絶対。これこれ。A, B, C, D, E, F, G, H。A, B, C, D, E, F, G, H。覚えました？大丈夫？よし。A, B, C, D, E, F, G, H。 うわぁ！押す順番がある。ミスった！ミスった！ A, B, C, D か。 A, B, C, D, E, F, G, E, F, G, H。 OK, 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 OK。A, B, C, どれだっけ？あれ？え？ちょっと待って、頭悪い。F, G, H。お、来たー！チカ。チカ来た。うわー！うーわー、なんか丸いものがいっぱいある。怖いよー。なんか浮かんでるよー。なんだよ、これ。で、何をすればいいんだ？むやみ。あ、もう丸いのが多すぎてどれをクリックしたらいいのかわからない。とりあえず、この辺とか。うわー。はいはいはい。お。こいつの最大の欠点は爆発することだ。強く押しても、叩いても、触れても、視界に入っても、必ず爆発してしまう。これでは商品として成り立たないじゃないか。なんとかして直さなければ。なんだよ、これを知ってるというのに自分の息子にこの爆破装置をさ、大量に仕掛けた家に住まわすってどういうことやね。なんかないか、なんかないか。これはあかんよ。これは？あ、いい！ですよね。ですよね、分かってたよ。
あと少し。頑張る頑張る。これちっちゃいのとかはダメ。これはこれ、これ、これ四角、これ四角。あれこれはこれ危ないか。あれいや、いい、ちょ、ひどいよ。これはこれはあかんよね。そうよね。普通に考えてそうだよね。ちょっと待って。これこれ、おぉ、はぁ、もうね、重度感とか言ってられなくなってしまったよ。皆さん。どうします？これ。こういうことするし。どうすればいいんだ？これヒントかな？あ、なんだよ！おぉ、いい方法を思いついた。こいつらは仲間同士と不思議な力で繋がっているから、それを利用すれば爆発を妨げるかもしれない。防げるかもしれない。しかし時間がない。急がないと。あれに間に合わない。なんだ、これは？お、いよいよ明日に迫ってきた。それ、せがれの部屋に忘れたものと同じ色のもので制御できるようにしたので、こいつの問題は解決した。明日を待つのが楽しみでしょうがない。せがれは喜ぶだろうか。私たちの偉大な発明を。どうすれば制御できるか忘れないようにメモしとかなければ。どこにメモった？ああ、そのメモを探せと、私に、せがれに言うのか。貼ってあるやつのどこかにあるのでは。違う。くそ。これは？違う。何？せがれ、あ、置いてあったやつと同じやつって、これ？黄色いやつ？え、これ同じじゃん。置き忘れたのと同じやつだよ。これは違うでしょ、絶対。あと緑はあったよね。スイッチか、あれは。ほら、違う。もう、わかんない。どれだ？メモどこ行った？メモしとかなければ。メモどこ行ったの？せがれが解除しにやってきたけど、メモがないよ。でん。わかんないぞ。なんだ？まったく。なんだろう、忘れたって。ちょっと待って、なんか。わかんないしさぁ。ほら、もう、ドカンってするしさぁ、もう。でも、なんだ、忘れたのって何？え？え？え？なにこれ、なにこれ、なにこれ。え？なにこれ？え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 ？あ、あ、あ！お母さん、こんなとこで何してんだよ。お父さん、太郎にあのこと伝えたら？そうだな、もう隠すことはないからな。太郎、お父さんたちは新しいおもちゃの開発をしていたんだよ。変なのっていうおもちゃなんだが、これが大手のメーカーさんにえらい気に入られてな。明日から売りに出されるんだ。お父さんたら張り切っちゃって、昨日から寝てないのよ。太郎、これは売れるぞ。間違いない。ふざけんな。あら、太郎、どうしたの？え？何？おお。バカじゃねえのって感じですよね、ほんと。びっくりだわ。もう、もうムカつく。てへぺろ。っていうね。はい。次進みます。はい。お、エンド。Thank you for playing. うわぁ !35 度感してる。やば。はい。ということで、重度感を大幅に上回ってですね、
こんなことになってしまいましたが、で、何を伝えたかったかったかというと、ま、あの、登録者数200人突破、本当にありがとうございます。今回はですね、記念ということで、いつもやらないホラーゲームじゃないものをやったんですけど、まあ、実況的にはグダグダで、なんか叫んでっていう感じで、いつも通りな感じですが、こういうのをね、これからも続けていって、なんかいろんな人と出会ったりとか、そうだな、楽しんでもらえたらなって思ってます。ということで、200人と本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。では、さとみでした。